あ、来た来た来た。参加して。オッケー。なんだろう、リクエストの参加が失敗しました。参加に失敗しましたってこと？なんでだ？真っ暗ですよ、だってよ。なんで参加できないんだろう。私がマリちゃん、ちょっと、送ってみるね。送信。I see how you love me too, don't fly. We need to eat bacon up by heart, don't fly. なんか出てきた。あ、来た！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 え、見えた？見えた？みんな。みんな見えてる？あ、クマちゃんって。来る。あ、クマちゃんって。来たーだって。ちょっとよかった。皆さんお待たせしましたびっくり。なんでだろうね。ね。あ、よかった。畳に来たって書いてある。よかった。イエーイ、来たー。クマー。あ、気をつけー。変な感じ。ほんとよ。やっとできた。初めてコラボ配信したんだけど、私。私もプライベート初コラボ配信。クマー。すごーい。遊びに来たよ。だあ、綺麗な谷さん。コラボ来たー。コラボコラボ。それって、そうか、コメントも違うのか。そう、全然違う。同じ部屋な、部屋やないかい。そうそうそう。同じ部屋で離れてね。事務所でね。離れてる。今日はだって、うちは逃げないよー。逃げないよ、しましたよ。逃げないよ、行ってきました。めっちゃ自由に喋ったよね。そう、もうなんかこんなさ、うん、にじゃないよのラジオで最初からもうテンションおかしいの初めてだった本当にそれすぎる。マネージャーさんに一番面白かったって言われたよね、うん、ね、新人マネージャーさんがびっくりしてたよね、なんかうちらのテンションにマジで。動画の方もね、ちょっとさ、さっさっさー、ユロスイおいしい、アジラビジあーね、もしかね、ほんと私、田中さんの声そっくりじゃない？そうなの。もうみんなに、みんな知ってるのかな、聞いたことないな。なんかさ、あの、桜坂46のさ、あの、レコーディング、あれ、あれ、ガラス割れだ。うん。に結構声入ってるよね、田中さんの声。あ、そうなの？そう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 。めっちゃ似てんの、マリちゃんの。さっさっさー、ユロスイアジラビジマジそっくり。本人。ありがとう。今日テンション高いって言われる。え、確かに今日はめっちゃ笑ってなかった。もうそれが積もっちゃって。いや、ダメだ、思い出したよ。もうクマ積もすぎて笑っちゃう、ほんと。そこだけね。うん。あの、あれだよね。あれですね、だって。ありがとう。キャーイエイイエイ芸人さんです。頑張ってください。待って、滑ってたよね、だって。やめてよ、やめてよ。いや、でもあの空気感本当面白かった。もう、うちら二人しか気づいてなかったもんね。二人でこれ、キラキラなってるの。そこが映ってるのもあるんだよね。しかもさ、ちゃんと引きで映ってんだよね。そうなんだ。うん、いつも私のさ、ふざけた発言を。で、もらい事故みたいな。私のもらい事故。この、いつも。ああ、無理。笑っちゃう、もう。ほんとやだ、ね。ああ、楽しい。あ、楽しかった。で、終わった後さ、着替えるときにさ、何がさ、今、やったね、みたいな。折れてる角度を探しながらさ、ね、こんなことするよね、こうやってこういう自分の可愛い、あ、そうそう、あ、面白い。お、初見さん、すごいよね、初見のさ、マークつくの知ってる？どこに？コメント欄に。え、コメント欄に？なんか初見さんは初見ってつくの。ああ、そうそうそう、すごいな。ね、なんかつい最近から。配線、配線、あ、違う、あの、これ違います、配線じゃないです、皆さん。
これ配線じゃない。何言ってんの？いや、なんかコメント欄、私も何言ってんのとかあのコメント欄でさ、谷さん配線映ってますよって言われ、多分このことかな。あの、すいません、メイクポーチですこれ。あ、そういうことね。あの唯一のバッグでしょ？そうそう、唯一のバッグ。今日の手持ちはし、あのメイクポーチだから今日のバッグ。ねえ、これ。話していい？これも。あ、何？今日さ、ポテトチップスかもらってきたじゃん。ねえ。これ言っていいから、いいよ、言って。なんかさ、ポテトチップスを、今の収録の時もらったの。すごい、ごま油っていう味で、なんか見たことなくて、期間限定のやつだったんだけど、すごい美味しそうで、欲しいなって思ってたの。食べたいなと思ってて。で、タニが、タニもなんか、食べたいって言ったら、もらってっていいよって言われたから。そうそうそう、だからもらってってなったから、手で持ってたの。そう。あの、袋を持ってなかったからね、そうそうそう、タニは。で、手でもう、その袋をね、丸々持ってったわけ、うん、そうそうそう、持ってた、持ってた。で、持ち歩いて、で、あとで一緒に食べようねって言って、うん、言ってたんですけど、うん、まあ、そのまま持って帰ってきて、で、たまたま事務所で、あの、ピオちゃんと会ったんです。そうそう、たまたまね、都築リカちゃんがいて、あ、ピアスってなって、なんか途中でね、一緒歩く流れになったんだよね。そうそうそう。で、なんでかわかんないけど、なんでかわかんなくない。わかんない。そのさ、ピアスがそのポテトチップス美味しそうみたいな。そう、言ってきたんだよ。言ったら、あ、これなんか期間限定でごま油で美味しそうだよみたいな。そう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 。食べるって言ってあげたのよ。で、最初、いいよ、いいよってピオス言ってたけど、マリちゃんが、いいよ、食べなよ、持ってみなよって言って、渡ってたの。で、あ、いや、お疲れ様ですって別れたんだけど、その後に私が、あれ食べたかったのにみたいな。なんであげちゃったのみたいな。クマが、クマって裸で持ってるのね。そうそう、裸でポテトチップス持ってるの。だから、ピオスあげて、したらクマが。あれだったかわいいマジしがみついたよ。そう、しがみついたこんな感じ、しがみついた。なんであげたのって。なんで先輩に対してあげてるのに、あげたのにピアスも、ピアスもピアちゃんは、けど、あ、いいかも。そうそう、ピアさん、お母さんと食べるって言ったら、かわいいってなって、その後に、食べ物の恨みは皆さん、恐ろしいですよ。恐ろしいね、全く。ああ、面白い。笑った、マジで。今日、もう2021年の中で一番今日が笑った。今日めっちゃ笑った、マジで。本当に、ピアちゃんはそうです。ピアちゃんの立場はだって。ピオちゃんは全く悪くないんだよ。本当にいたからあげた。そうそうそう。ピオちゃんこそもらい事故かもしれない。マジで。ああ、おもろ。あ、苦しい。もうやだ、クマと言うと笑っちゃうやの。いろいろ今日ありすぎた。いや、今日そう、いろいろ。なんか今日クマとね、会ってから、もう5時ぐらいか。そうだよね、もう、1、2、3、4、5時間ぐらい経つの。もう5時間ずっとさ、笑ってやる。そう。で、昨日も一緒にいたから、公園で。確かに。昨日もずっとね、私の話聞いてくれてたの。そう。私がすごいね、悩み事とか昨日ね、久しぶりにクマに話したじゃん。そしたらクマが、そうだね、そうだね、って聞いてくれた。全部うんって言ってた。何の話ここでは言えない話。そうやな、そうです、そうやな、ってトレーナールームで聞いてくれたね、ありがとう。いっぱい話したよね、いっぱい相談したね。そう、仲良しさんです。そうです、仲良しさんですよ。面白い、公演後に引き継いだテンション高いけど。そう、テンション高い。そう、今日テンション高いわね。高い、あ、間違えた。気になる。気になるって内緒で。内緒です。でも本当、しょうもないことだよね。なんて言えばいいの。けどマジで、
本当ほぼしょうもない話しかしてないよね。こういうことがあったんだけど、どう思う、うん、どう思ったみたいな、どうすればいいかな、そうそうそうっていう、その後からはもう本当にもう私がちょっと見てほしい動画だったすごい大好きな YouTuber さんがいるんだけど面白いよね。あの共有したりとか、そうペットの動画なんだけど、そうクマがね、もうよく見てる動画なんしないけど、ね、可愛かったでしょ。可愛かった。なんか私もスリスリしたい。気になります。いやでも本当ね、いろんなことがありそう。猫とか見てるからさ、だからあとにあの好きだからそういう動物の。だから面白い動物の動画とかいろいろあるからちょっと見てもらおうと思ってたら超ハマって、えマジチャンネル登録したの私もう一個のタブレットでねチャンネル登録したから私見なきゃ見て早くほっぺスリスリしたい私もそれぐらい可愛かったよな、no、ちょっと待ってジュース買ってくるね、話つないどいて。 OK 分かった。ああ面白い。ああ明日の赤いのこれあれです、ハサミです、文房具箱です。私の立てかけてるの文房具箱って言ってもなんか櫛も入ってるし鏡も入ってるし、いろいろ入ってますめっちゃ、うん、マスク裏表逆じゃないですか。逆じゃないよ、えこういうのですよ、これが表で裏じゃないの、違う、くまちゃんから食べ物取ったら怖い、食は怖いですよ皆さん、笑いが絶えないいい関係だ、笑えるとなんか腹筋鍛えられてる気持ちになっちゃうよね。紐が表なの？逆だと思ってた。反対ずっとつけてたわ、今まで私。紐が止まってる方が表では。そうなんだ、知らんかった。え、じゃあずっと私今まで裏を持って逆になってたよ。ただいまただいまおかえり、ただいまー、自由すぎる、自由だよ、あ、やばい、ね、事故った、もうこのアングルからお送りしようかな、このアングルからよいしょ、あ、ほら握手再開した、くまちゃんとも握手したいって、そうキュンです。やっぱマスクしてるとさ、マジにどんな表情もできるくない？今どんな表情してんの？想像つくやろ。私の表情。じゃあ谷のすごい面白いなって思う表情。こういうなんか、わかる。ファンの人の前ではやらないから。あ、谷さんのマスク、ケイトの小顔マスク。あ、そうです。お、出ました。よく気づきましたね。このさ、こういう会話ずっとさメンバーにしてるよね、私、うん、ずっとしてる、なんか、うん、これからの時も一緒にいたんだけど、あ、そう、いた、いた、なかった時も一緒にいたんだけど、なんか、うん、最近すごいバズっとるから、そう、これ何とんのって言ってこのね、ケイコのかっこいいマスクでね、そうそうそう、で、売り切れてたんだよね、ずっと、ね、ほんと売り切れてるところがいっぱいだったので、あって、で、買おうってなって、そう、で、けど、え、どうしよう、え、迷う、え、けど、やっぱ買うって言って、レジに並んでる時に最終的に買うって言って決断しとったんやけど、なんかそれをちゃんと次の日同じ公園だったんやって、で、それで公園でつけてきたの、そう、つけてきた、そしたらなんか10期生の子とかに、そう、え、パリさん、これ、ケイトのマスクですよね、そう、みたいな、どこで売ってるんですか、ケイトの小顔マスク使ってるんですか、売ってゲットできたんですねっていうこといっぱい言われてよ、そう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 、そ
なんか買うか買わないかちょっと迷っとったんだけど、買わん方が良かったかなとか言ってた時に言われ始めてからなんか、まあねなんかゲットあったんだよねやめて、知ってるこれみたいな知ってるんだこれ、有名なのね、もうケイトのマスク使ってるよっていう会話を10回くらいした炎のたちにも ずっと話したわそうリハーサルの時めちゃくちゃ言われこそうそう、でも嬉しそうだった、めっちゃ嬉しかったありがとうございます、さすがかっこいいですわでもほんまマジでほんといろんな表情できるわマスクって、ね、この目ね、ドラえもんの温かい目って知ってる？あ、知ってる、こういう形でしょ、ね似てない？似てるなんかそれも似てるけど、なんだっけ、なんかあるよね、なんかゴトーとか言ってるさマリモッコリーだってあの子ああ面白い。面白いだって。何ストーンって。いや、間違いない。でもみんなね、コラボ配信とか結構してるよね。ね。なんかさ、コラボ配信しましょうよみたいな、ハタゴの時の話しとってね。うんうん、うん。なんか料理やるみたいな。絶対料理無理だと思って無理、私クマって作んの料理、まあ、作ってたよ自粛期間は、マジそうだよ、何作ってんの、何作ってんのなんか結構カップラーメンっていう印象あるじゃん、うん、あるあるあるうんって言われるのもちょっとあれなんだけど、うんうんうん、だけどちゃんと自粛期間、うん、韓国料理とかめっちゃ作っとった、そう、えらい、チキンとか作ってた、え、チキンってどうやって作るの、なんか鳥買ってきて、ああれ食べたい、あの辛いさ、あ、そう、それ作ってた、ヤムニョム、ヤムニョム、ヤムニョムチキンでしょ、あれあれ食べたい、もう食べたい、サムギョプサルも食べたい、今食べたい、作ってる、いいよ、あ、止まった止まったってくれ、あ、ただいま、ただいま、みんなごめんね、ちょっと時空飛んでた今、そうそう、ごめん、一瞬そう戻ってきた、旅出てた、ごめんね今何分ぐらいしてんのかな、みんな分かる人いますか、何分ぐらいしたか、確かに、しんどい、いや、いっぱいしたいね、ね、でも、すごくない、ファンの方ってさ、ちゃんと正確に時間わかるやん、そう、なんで分かるんやろ、ね、すごいよね、あ、30分35分だって、35分34分29分34分、もう34分だって、おー34分、 OKOK、 正確な時間かな、なんかしよう、何する、何しよう、なんかみんなさ、うん、半顔みたいなしてない、こういう、あ、あれ、半顔できる、そう、私こうやって持ってもいい、え、もうちょっと私がトークする急にみんなすごいよ、みんなすごいよ、何て言うよ、おもろ、合う合うだって、合ってるだってよマスクの色が違うからなんかすごいって、ね、ほら、
マスクは白黒で笑える。白黒。怖いよ。怖い、怖いね。怖いよ。なんとか仮面みたいな。So so far, you say I should not to love with you. 怖いの。あ、そうだね。あとでスクショタイム作んなきゃね。こんばんは、こんばんは。そっか、もう夜だよ。夜か。夜だよ。8時35分ぐらいからやってるってことでしょ ?1 時間だね。そうだね。大体それぐらいだね。皆さん、じゃあ1時間、あれ、だったら教えてください。これ遅くなるのよくない。ね。恋落ちラップ出た。カッコつけてもしょうがないじゃん。カッコつけてもしょうがないじゃん。服に入れば伝わるだろう。なるほど。なるほど。君と僕の、なんだろう、いや。いや。いや、あ、8時15分からやってんだ。あ、そうなんだ。そうだね。カッコつけるで一回行ったからね。あ、そっか。いや。いや。24時間まで OK だ。24時間配信とかしてみたいんだけど。やってみたいけど、朝やばいだろうな。ね、あれでもそっか、24時間配信って可能なの？できるの？できなくない？だって12時から。あ、できるか？いや、できるか？できるか？あ、できるよ。あ、だってできないよ。12時間配信ならできるわ。そうだね。ね。だって12時からやって、寝て。で、寝てる時どうしてんの ?24 時間配信って。もう寝顔映してんじゃない？だからもうこうやってこうやってお休み配信でしょ。絶対それ、決めてるお休み顔じゃん。絶対その時にないでしょ。へぇー。あ、そうなんだ。違う別のさ、インスタライブとかはできるんだって。ああ、なるほどね。へえ。まあ、そっか、12時間、そうだね。うわ、やってみたいわ。朝からさ、朝から、深夜まで全部、深夜じゃない、12時まで。ああ、やば。やばそうね。できる、もうやるよ。本当 ?1 月はだってさ、誕生日月だから。やばい、やばいよ、冗談冗談冗談。6時間だな。やる、やる、やってもね。6時間配信絶対大きいやろ。よくお分かりで、よくお分かりで、私のことよく知ってますね。だいたい私たちが一緒にやるとしたら、うん、で、慣れるのも大体4人ぐらいかな。やめて、クマちゃん。けど、正直そうだよ、休みそうだよね、休みの日って。そう、だからさ、ライブのさ、あとの休みってもう超寝るよね。うん、今日も爆睡でしたもん。そうそう、だから劇場公演の後とかさ、なんか変にアドレナリン出てるわけですよ。だから多分アドレナリン出た後ってめっちゃ眠れる。めっちゃ気持ちいい。お風呂入りたい時はどうしたらいい？だって。お風呂入りたい時はどうしたらいい？あ、確かにそういうことか。もう入んない。入らず配信とか。24時間やるんやったね。すごいなぁ。誕生日におしり24時間やってた。楽しそうやなぁ。みんな意外と何やってるの？確かに、みんな何やってんの？ショールーム配信、ね、カラオケ配信とかさ。カラオケ、カラオケ、すいません。カラオケ配信、カラオケ配信ってさ、知ってた？カラオケ配信さ、イヤホンマイクがないとできなかった。え、そうなの？そうそうそう。え、なんか曲が流せるらしい。え、そうなんだ。うん、あ、たこ焼きパーティーいいな。うわー、うわー、いいな、たこ焼きパーティー。すると、あ、料理とかね、もぐもぐ配信ね。あ、いいね。あ、ジュース飲む。
ればよかったかな。リンゴジュース配信。もうさ、これぐらいしか入ってない。もうないじゃん。あ、映画鑑賞とかね、ファンの方と一緒にってことね。あ、なんでだってこっち音鳴らさんとけばいいもんね。そういうことか。とか踊ってみたとか。踊ってみた。バナナ革命踊ってみた。あーやー落ちてませんか。にゃー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 。タンタンタラタラララン。公演配信。あ、公演配信やってみたい。あ、でも昨日公演配信やってみた。わー、やりたかった。そういうことないもんね。間違いない。いつかやればいいんだけど、待ってないんだよね。あ、かわいい子がいる。え、かわいい子いんの？誰誰？見たい見たい。かわいい子いんの？かわいい子いるじゃん。唐揚げを食べる。あ、いいね。唐揚げも食べたいな。なんかさ、もぐもぐ配信ってほんとかわいいですよね。もぐもぐ配信ですよ。ね。もぐもぐ配信。あとね、やっぱ握手会とかもしたいね。元気で握手会はね。ね。受付してますか？あ、そうか。そうよ。今？誰に聞いてるか。うん。うん。え、今日まで？今日の10時で。え？皆様、あの、本当すいません、全然告知してないんですけども、あのここで告知をさせていただきます。あの、だそうです。皆様、ぜひ無理せず。でもこういうチーフラグめっちゃいい曲だからね、ほんと。ね、いいよね。ね。トーク会、そっか、トーク会か。そう、3時始まってますね。そう、3時は明日の正午まで、正午12時。ぜひぜひ、まだだっていうことは、無理はせずにですが、いい子だいじたので、うん、ちょっと自分でいろいろ。ね、だからさ、そのさ、うん、様子とかもショールーム配信したい。いや、わかる。なんか普通に移動時間とか。あ、やりたい。普通にこうやってさ、もう黙々とこうやって自分のここしか映んない。もうね自分のこれしか映んない。いいよ、見てみたい。なんかさ、ね、新幹線配信とかないんですかとか言ってさ、移動する。もうほんとさ、もう何も喋るのこんな感じでしょ。こうやって、そう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 、あやーとか喋ってるってことでしょ。こうやって、なんかこうやって、あ、今日は飲みます。今からメイクします。これがクマちゃんです。やりたいー。もう思ってクマちゃんです。どうもよろしくお願いします。お願いします。いや、いいね、会いたいな、みんなに。そしてこそコロナが終わったら遊園地とか行ってる時に、ね、行きたーい。行ってみんな元気、今リアルタイムでいるよっていう配信してみたい。今からジェットコースターだ。今からみんな集まれっていうやつしてみたい。あ、今度は配信。そういうのするの夢だった。ね、やりたい。ね、楽しそう。今からみんなで鬼ごっこしようっていうのをやってみたい。それはちょっといいよ。なんで？いいじゃん、絶対楽しいじゃん。楽しいって。メンバーが逃げて、ファンの方が鬼。だからうちらは配信で、あのなんて言うんだろう、配信してるのに。場所も参加自由、参加自由。あ、今のは妄想ですからね、皆さん。あの、実際にするとかじゃなくて妄想ですから。妄想ですから。そうそう、楽しそうっていう体ね。そうそうそう。いや、ほんといろんなところをね、早く行きたいね。ねえ、やりたいし、遊びに行きたいね。うん、黒いスーツ用意しなきゃ。あとサングラスもね。見つかったっていうナレーションあるよね。ありがとうございます。
夜景にホテルを逃走中やりたい。うわ、楽しそう。絶対いいよね。すごそう。うちらすぐ捕まりそう。逃走中出たら。熊崎、ミッション失敗、アウト、ハンター、ハンター放出。絶対いや私はあれするから、あの裏切り行為あのなんかあるじゃん、料金すぐもらう人、あのリタイア、あそうリタイア、リタイア、私すぐリタイアするから、でインドリーで私すぐにリタイアするから、ついついでそれを見てないけどあーあーおもろ、それな、絶対自習自習してる。クマはミッション失敗しそう。ミッション行こうって、いい子だからさ、ミッション行こうって言うときに捕まりそう。ああ、面白い。ミッション おもろ、いいね、やりたいね。あと何がやりたいかな、運動会とかもなんか一時期ねやってるね、フォーテートグループで、今ちょっと演奏中だから、演奏中一緒に謎を解いていた蒲田が運転になりそう蒲田ってさ、蒲田ですね、蒲田も確かに待って、思い出した、熊はすぐ犠牲するよ、犠牲にするよ皆さん、あの皆さん、あのそうだ、思い出した、熊さんは絶対人を犠牲にします、私は一回経験したことある何年前かな、まあめっちゃ前、本当にね、もう本当何年前の話なんですけど、まあ一緒にねお化け屋敷行ったのよね、そう行って、あのやっぱお化け屋敷って怖いじゃない、怖い、怖いから、なんかまあ一緒に行こうみたいなカノンとかもいて、そうそうそう、めいちゃんとカノンもいて、みんなで一緒に行こうみたいな、もう手伝おうみたいな、でやっぱお化け屋敷だからさ、お化けって突然わーって出てくるんじゃん後ろから来たのよ、で一番クマが後ろにいて、多分わーって来た瞬間、うちらえーってなって、みんなで行こうって言ってたのに、クマだけもう一人ブワーって走ってってうちらを犠牲にした、いまだに覚えてる、それさずっと私永遠と言われるよね、しかもクマが一緒に行こうねみたいな、絶対もうみんな離れないでとか言ってんのに、クマがおぼけ出た瞬間一人あーって言って、うちらもうドンじゃないけど、おぼけ出た瞬間私後ろにね、一生本当のもう語り継がれるよ、本当にマジで本当に、いや忘れんわー、いや何私のお家にホイプで逃げたやついたって、いや絶対こうだって、私だけじゃなかったっけ、いや熊だけだね、熊だけだ
に。いや、クマだけだから。そうやって、そうやって言うのは良くないよ。いいえ、いいえ、違います。いいえ、私はちゃんとみんなでじゃあカノンの手もつないでいきました。じゃあカノンだと思います。本当に最後になったけど絶対わからない。メイちゃん、メイちゃんは、メイちゃんはちゃんとうちらのことを守ってくれてた。ああ面白い。無理、苦しい。笑い疲れた。いや一生ほんま、ほんまもう動画撮っとけばよかった。もうだってこんなさ何年前の話をずーっと鮮明に覚えとんよ。もう最高だよ。何年前だろう。まだ私高校生だった気がするの。え、もう高校生だよ。そっか、そうだよね。だってそうそう、高3とか高2とか。うわー、だから18年生とかね。うわー、やばっ。いやー面白かった。面白すぎるよ。うちら今日マジずっといるよ。うちらずっといるクマってね、私のなんか私を見て笑うときいつもこうやって下向くんですよ。こうやって顔こうやってさっきもしゃがみながら笑ってた。いやまだね、ほんとね、クマだし面白いって言うけどいっぱいありますから。ほんとお腹痛いわ。あー面白い。何顔で笑ってくる。何顔で笑ってくるってどういうこと。顔に痛いことを言ってる。そんなこと思って、そんなことないよ。いや、そんなこと、いやいやいや、え、そうそうなの。おい、そんなことすんの。今から君は困ったらトレーニングです。やめて、こうやってみんなに対してこうするから。もう 返事がさ、はいとかそういうのをさ、めんどくさい時とか。キュベ。ああ、もう、苦しい。何分話したうちら。何分だろう。ああ、面白い。時計がね、皆さん何分か分かりますか。ああ、うまい。あ、笑った。あ、面白い。お、55分だって、あと5分。あ、もう55分なんだ。早くない。え、55分なんだ。え、コラボ配信マジ楽しいんだけど。え、楽しいね。楽しいね。え、全然いいや、これ。結構ずっと一人でやってたけど。ちょっとね、やめてよ。今のはちょっと素が出た。いやね、ハサって気持ちよくない？あれ、クマ、クマが止まった。クマ、動いた、充電がなくなった。クマ、あ、おかえり、クマ。クマ、大丈夫？もう生きてるよ。クマ、ねって、話戻すけど、挟むのって気持ちよくない？だけど、確かに、けど、それ挟む人はあまりいなくね。確かに。それはそう。ああ面白い。気持ちいいよね。マッサージ好きやからさ。あ、マッサージ、あ、マッサージも体もね痛い。少し筋肉痛ね。首とか筋肉痛だったもん、ね、今日起きた時。首とかね。ああ、ストレッチ。ああ、おかえり、クマちゃん。この骨並んでんの私。ん？あ、ならんかった。何？顎関節症？え、あ、やばい、味でない。味でない？ま。何が？あ、ただいま。みんな。いやー面白い。ね、待って待って、止まってる？あ、びっくりした。その顔で、待って。
ねえ、これ、なんか想像してるの？え、待って待って、本当にわかんない。ね、止まってるかと思ったじゃん。ずっとやり続けるの。もう。うますぎない、フリーズうますぎない、あー、もう言えない、うますぎ、私マジフリーズ、フリーズうまい、特にね、本当にフリーズ上手じゃん、止まっ、うまい、あれクマ、クマ、クマ、クマと、なんで笑って、クマ、クマはうまいよ、フリーズロックやばい、面白すぎ、まばたきしちゃう、ねえ、クマもうまくない？本当？今来た人びっくりするだろうな。ああ、面白い。なんかいっぱい喋ったね。喋ったね。もうあとあれだと私充電あと 10% やった。やば。かわいいよ。もう1時間経つのかな。もう1時間経ったかな。やっぱ大体さ配信ってさ、1時間みたいな感じするよね。ね。出てくれればいいのに出ない。いや、楽しい。うん、面白い。フリーズタイムはいい。事故だなって、放送事故って止まってないよ。あ、タイム面白い。あ、面白い。あ、いや、ちょっとこれから磨いていくわ、フリーズ芸。ちょっと、これ新たな特技だね。ね、特技にしてこう、マジで。本当に。あ、面白い。面白すぎる。もう1時間経ったんじゃない？経ったんか。もう1時間？みんな。あ、1時間なったよ。え、クマちゃんもなっとる？え、どこで見るの？うん、これ分かった。あ、1時間経ちました。1時間でーす。1時間だって。じゃあもう終了しますか。なぜかって、私の充電があと 10% だから。私もです。いや、楽しかった。本当、本当ね、もうしょうもないことばっかりいっぱいしましたけど、ありがとうございました、皆さん。え、またコラボしようね、クマ。やろうやろう、またやろう。じゃあ最後に、パート作ろう。プリクラみたい。400円入れてね。合体。ああ。
みんなバイバイ。バイバイ。ありがとうございました。クマもありがとう。ありがとうだね。またね。またね。こんなことありがとう。